はい、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリーです。アークサバイバルエボルブ、のんびりサバイバッチョウを続きやっていきたいと思います。ちょっとね、日が空いちゃって何やってたか忘れちゃったんですけど、とりあえず卵がね、なんか見つけたので、万が一ね、孵化することも考えてちょっと温めてみました。屋根もないところで温めてるんですけど、ちょっと火を絶やさずにいられるように温めようかなと思いましてですね。で、本日は木の回収と、あと肉をね、なんとか手に入れたいんですよね。まあ卵はね、まあダメ元ですね。ダメ元になります。で、肉がもうあんまないんでね、ちょっと回収したいんだけど、カメさんどこ行っちゃったかなあ。なんかいた。こういう弱いのはね、確実に手に入れていきましょう。他にいないかな。トードとか、なんか久々にしたからな、いても不思議はないと思うんですけど、こいつはそのうちちょっと捕獲したいですね。レベルもそこそこだし。カメさん遠いな。とりあえず木が欲しいんで、木を取りに行きたいんですけどね。卵を育てたいね。あれ孵化したらね、すごいっすよね。結構孵化させるのにいろんな条件があると思うので、なかなか孵化しないと思うんですよね。温めただけじゃ多分ダメだと思うんだけど、まあダメ元ですよ。ダメ元です。おっと、こうしないと酔っちゃう。ちょっと今日はトラック持ってきてないんですけど、トラックってキラちゃんね、キラちゃん持ってきてないんだけど、まあ木を中心に回収してみたい。ちょっと重量だけ気にしながらね。で、トードがいただと思ったんだけど、いないな。そろそろもう重くなっちゃう。っていうか、もう重くなってませんか？大丈夫か？あそこにうろうろしてる恐竜は多分ね、逃げちゃうんだよね。ちょっと火を絶やさないために、あ、もう消えている。お前はもう消えている。マジか、木なくなっちゃってるじゃん。もうこっちももうあんまない。ついでに肉も。よし。まあ両方から温めてればね、ちょっと温まるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうね。熱くなりすぎてゆで卵になりそうな気もしなくもないんですけど。あいつなぁ。なんか麻酔のね、矢を作れるっていうのを聞いたんですよね。ちょっと調べてみるか。あ、いた。
東堂よりも こいつがいますね、結構ね。ちょっと麻酔を調べてみるか。あの前のね、おお前の基地には作ったんですけど、ここにあれを作りたいな。すり鉢？すり鉢どれだっけ？これか。ストーン65、ハイド15。あー、皮が足んないな、きっと。皮必要なのか。やっぱり肉を求めて、これ卵じゃないね。肉を求めていかなきゃダメだ。多分こいつあっちに逃がそうとしてもダメだろうな。そっち行っちゃう？そっち行っちゃうのね。残念。逃げ足早いかな、こいつ。おしおしおし、向こう追い込め追い込め。違うよ、違う、あっち行ってほしかったんだ。こいつレベルいくつだ？レベル低くても欲しいかな。あ、固まった、大丈夫。こいつレベル、あ、12だ。なぜ欲しいかっていうと、あの、あ、作れないっす。なんか足んない。何が足んない？材料。マジかよ。ウッドとファイバー、ウッドとファイバー足んないっす。マジか。ファイバーあるかな。あ、ファイバーはある。ウッドがないんだよね。ちょっとこっちから少しもらうしかないな。これで作れないか。作れた。よし。ていうかね、あいつ取れると、あの、早いじゃないですか、足が。だからね、あちこち行くのに便利だなと思うんだけど。はまってるはまってる、今のうち今のうち。いやー、逃げやがった。ちょっと音が消えるまで逃がそうか。 OK で、向こう側から今度撃つかな。で、家の方に誘い込みたい。よし。はえよ。あ、またそっち行っちゃった。同じことの繰り返しじゃないか。もう一回向こうへ誘い込む。また同じことの繰り返しですか。まあでもこれでも遠くへ逃げていかないから、
いずれテームできんじゃない？あ、いけた？あ、いけたいけたいけた。しかし、テームするつもりがなかっただけに準備がない。こいつ何食うんだろうな。もともとテームするつもりがなかったからね。赤いのと黄色いのと持ってって、かぼちゃを持ってってみる。かぼちゃこんな持ったら重くて歩けないな。押しテームしようぜ。イーキーでナムコとベリー連れてみますか。でちょっとこれ入れながら、どう？変わらず？やっぱあれかな。テイムの、恐竜が食べるね、時間をね、上げてきますね。一回落ちて。落ちないとダメなんですね、これね。一回ちょっと。あ、落ちなくてもいけんだっけ？オプションで。あ、ダメだ、ダメだ、やっぱ。一回落ちなきゃダメなんだよな。まあ、ちょっと動画切らないでやりますけど、多分時間かかるかな。どこを上げてるかっていうのをお見せしようかなと思うんですけど、ちょっと時間かかるんですよね、この落ちたり戻ったりするのに。読み込みとかね、この辺はハードディスクでやってるせいなのかな。SSD でやったりとか、もうちょっとメモリーの量があったりすると、もっと快適になるんだろうと思うんですけどね。いや、時間かかるな。かかるな。次回持ち越しになっちゃうかも、テームするまでに。来た。で、ここですね。ここローカルでやって、で、これね、ディノ、フードこれ今 0.16913 になってるんですけど、これを目いっぱい右に上げます。3倍にしますね。で他にレベル上げてんのが、レベルと経験値かな。あとテーミングのスピードね。あと夜になる時間、夜の時間をちょっと短く2倍にしてます。そのぐらいかな、いじったのは。これでちょっと戻ってみますけど、呼び込みがね、また時間かかるんですよね。これでケラちゃんとかだと10分ぐらいで確かテイミングできてたと思うんですけど、今回どうかな。何食べるかわかんないからね。与えた餌を食べてくれなかったらちょっときついかな。ナムコベリーもあんまりなかったので、でこいつが手に入ればちょっと遠征するのに足が速いんでね、楽かなって気がするんですけど、こう読み込みがね結構時間かかる。メモリーね、目いっぱい使ってると思うんですよ。完全に終了してからね、Windows で、元に戻るまでにね、ちょっと時間かかるんでね、メモリー解放するのに時間かかってると思うんですよね。このゲーム、パソコンのスペックね、ほんと食うと思いますよ。現状の仕様だとね。まだ正式な、ゲームになってないせいもあると思うんですけど、起きた。食べてますね。なんか食ってる食ってる。疲
少なくとも何か送ってる。ハエ。ということで、アサロ、ベリオ。ダメっすか、これは。ベリー漁っていっぱい与えるしかないな。あとはなんとかタイミングできそうですね。ここで肉食に襲われたりしない限りは。お、ハエ。ハエぞ、すげえ。どっち食ってる？黄色の方食べてるかな。あ、助かるわ。黄色い方が溜まりやすいんですよ。で、ナムコをちょっと食べて維持しながら。早いですね、もう半分いった。ラクダはこんだけ早いと。ところで、こいつなんて恐竜なんだ。ワイルドメイトパラサウル。パラサウルっていうのかな。パラサウルザウルス。よくわかんないな。よくわかんないぞ。あ、もう終わりね。このまま待ちますか。早ー。めちゃめちゃ早いですね、タイミングが。オッケー。パラサルっていうのかな。まあいいや、パラちゃんと行きましょう。パラちゃん01ということで、ゲットするつもりなかったんですが、パラちゃん。来てくれましたね。ゲットするつもりなかったんですが、パラちゃんがここに集合です。みんな一斉に来ちゃったよ。で、このパラちゃんの、これはいらない。で、他は持たせててもいいかな。で、レベル16になって、足が 167%。なんかね、キンコンキンコン言ってんのは、私の携帯です。ちょっといろいろあって、今、いろいろ入ってきてますね。あ、間違えた。F だ、F、F。F をしたかったんです。F になんないな。226。よくわかんないな、この基準が。まあでもこれで早くはなってるでしょう。で、こっち卵も面倒見なきゃいけないし、忙しくなってきたぞ。木を半分入れて、
火を入れて肉回収して、わ、ウォーターもない、肉もない。よし、ということで今回はこの辺ですかね。で、次回は肉を回収しなきゃいけない。肉ね、カメさんと思ったんだけど、カメさんどっか行っちゃった。あそこにいるか。あそこから持ってこなきゃいけないかな。こいつらがみんな襲いに行っちゃうと思うんですよ。そうすると死ぬやつも出てきちゃうしね。どうやったら襲わないっていうのできんのかな。なんかこの辺で襲わないってできると思うんですけどね。パッシブアタックやターゲット3種類しかできないでしょ。ちょっと調べとかないといけないな。多分襲わないようにっていうのができるはずなんだよな。はい、ということでね、パラちゃん手に入れることができました。あ、そうそう、これだけもう一回見ておかないといけない。パラちゃんのサドルあると思うんですよ。どれだろう。確かもう作れると思うんだよな。そう、こんな上？こんな上のはずはない、おそらく。これだ、これですね。パラサウル。もしこれちょっと取って作れるかね。あ、皮じゃないな。皮80も必要なんだ。やっぱり皮手に入れなきゃダメだ。やっぱ恐竜を手に入れなきゃダメですね。倒さないと、肉ついでにやんないといけないな。で、卵がうまくかえればラッキーだしね。はい、ということで次回は肉を、そして皮を集めましょう。それではね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。